まず最初にリボンを作りたい位置に髪の毛を一つに束ね、ゴムでくくります。次にリボンの真ん中部分になる髪の毛を取って分けておきます。次に最初にくくった位置よりも少し下の部分をゴムでくくります。リボンの形をきれいに出したい方は先に髪の毛にワックスをつけておいた方がいいと思います。ゴムとゴムの間の髪の毛を2つに裂いてリボンを作ります。ここで作りたいリボンの大きさを調節します。大きなリボンを作りたい方はこの時大きめに、小さいリボンを作りたい方は小さめに取ってください。リボンの大きさが決まったら次はアメピンで固定していきます。地肌の髪の毛と2個目のゴムのあたりの髪の毛から一番最初にくくったゴムの方に向かってピンを押し込みます。ピンで固定できたら、次は毛先をリボンの中に隠していきます。出ている毛先を2つに分けて、コームで軽く逆毛を立てます。リボンをふっくらと仕上げたい方は、逆毛を立てて、リボンの中に隠してください。リボン自体にあまりボリュームを出したくない方は、逆毛を立てる必要はないと思います。逆毛を立てて軽くスプレーして小さくまとめたらリボンの中に押し込みます。髪の毛を押し込んだらアメピンで地肌の方の髪の毛とリボンの下の部分の髪の毛を固定します。もう片方も同じようにやります。しっかりと押し込んだら、アメピンで地肌の毛にしっかり固定してください。リボンの形をビシッときれいに決めたい方は、このようにダッカールピンなどで毛の流れを固定してスプレーなどで固めるときれいに表面がなると思います。次にリボンの真ん中になる部分を作ります。このまま髪の毛を後ろに持っていくとゴムが見えてしまうので一本ピンを横に刺します。そのまま後ろに持っていきます。
後ろに持っていったら根元の部分で髪の毛を固定して、毛先をどちらでも好きな方に寄せてリボンの中に隠します。余った毛先をくるくると小さくまとめてリボンの中に入れますが、最初に留めたピンが邪魔な場合、そのピンを取って中に押し込んでまたピンで留め直してください。綺麗に仕上げるポイントは、髪の毛先を綺麗にリボンの中に押し込んで外側から見えないようにピンでしっかり固定することです。最後に浮いている部分など地肌にしっかりとピンで固定して、気になる方はスプレーでしっかり固めて完成です。